い、ちょっとイオンで、はい、これ3本買ってきてね、僕。あ、マジですか。あのプライベートボトルの、あのなんかクソ安い2リッターで1000円ぐらいのあれ3本ですか、やばいです、ね、トップバリュートップバリュー、あのランチマッシュぐらいやろ、これとりあえずね、はい、船、あ、あれですね、高速船ですね。そう、はい、次な、はい、ノッポのジョン、あー、大男ですね、はい、大男、はいで、次、ワンちゃん。あー、これインスタ映えのやつですね。ろくな感想出てるから、まあ、やっぱこの場下品やな。でな、この3本、はい、手頃やんか。まあ、お手頃ですね。うん、僕ら、あんま知らない人たちはどれしよう、どれしようってイオンの中でも迷うのよ、酒類が。まあ、確かにそうですね。で、これまさに飲んでもらって、はいはい、どれおすすめなんやと、一番イオンで買える、なるほど、1000円ちょいのウイスキー、お手軽ウイスキー、どれが一番おすすめか一回飲んでみましょうか。これだいたい1000円ぐらいでしたっけ。そう、1200、300ぐらいの、ね、そう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 、ブラックアンドホワイトだけ、まあ、1500円ぐらいなんやけど。ああ、なるほど。まあまあ一番なんていうの、スタンダードっていうか、まあそうですね、入り口ラインやんか、はい、でこれ3本買ってきたね。これだってこれ見て、こう イオンのシール貼ったんだよ。やばいですね。それのバーで飲み比べてものすごいレベルの低い番組になってない。いやー、自分も用意しておきますわ。シール貼ったまま入ってもとるらしゃさ。マスター、これイオンで買ってきたんかいな。まあじゃあやってみましょうか、はいはい、この3本を、はい、飲み比べてみようじゃないの、マスター。はい、まずどれで行く。パーティーサークからじゃないですか、一番薄そうだし。船で行こう。色は、はい、一番薄いよね。まあこれは一番薄そうですね、本当に。これはやばそうですね。軽いですね。あれ結構フルーティーですね。いやいや、はい、こう飲んだら意外にうまい。こう飲んだら意外とうまいです。意外とフルーティーです、ね。あ、でもボディの厚さっていうとちょっとやっぱないですね、うん。これかなり初心者の方におすすめですね。船。船。まず一本目船。はい。で、これや。ロングジョンいきます。セータカノっぽい効果。ほら、一気に全然違う。ああ、甘みが結構強くなりますね。ねえ、全然。ということはカティサークって相当なんか偏ってるというか。偏ってますね。個性あるよな。はい、かなり軽くて、うん、ちょっとあのフルーツ香の感じがありますね、うん。ロングジョンはどちらかっていうと、なんかちょっとあの甘み重視なあ、はい、な感じですね。同じ1000円ちょっとのウイスキーでここまで違う。色も全然違うもんね。ですね。まあ緑のボトルは薄いのをごまかすためですね。厳しいの相変わらず。さて、いやいやいや、じゃあワンちゃん行く。ワンちゃん行ってみましょうか。間ぐらいのイメージですけど、うん、ちょっとあれやな、アルコール あの感じちょっと出てますね。ということは、あの、まあ、値段だけでいくと、はい、マスターからすると、はい、1500円のブラック&ホワイトの値段の割にはどっちかというとロングジョンの方がまだいいって感じ。いや、ロングジョンはですね、うん、あの、まあ甘みもあって、うん、なんかまあカティスタークとかに比べたら、うん、味 あの厚みはちょっとあるんですけど、うん、なんかね、こいつはなんですけどね、頭に甘い残らないというかね。おお、なるほどなるほど。なんかそのまま消えていく感じですね。なるほどなるほど、はい。まあ、ある意味飲みやすさを求めだったらこれでいいのかなみたいな感じです。おー、そうやな、はい、いや僕もそう。で、このワンちゃんな、ブラックのワインは、はい、
これ万人受けする。ウイスキーらしいって言ったらこの3本の中でらしくない？ちょっとらしいです、ね、ちょっとシェリーっぽい味もするし、はい、樽の味も一番最後残ってくるっていうか、あれですね、ちょっと空気に触れさせたら結構いい感じになってきましたね。ブラック&ホワイトが一番いい感じですね。そうなんや、はい、でバーのマスターおすすめはこのイオンで買えるウイスキースタンダードで、この中で僕チェイス何十何個いくつある銘柄から3つ選んできたんよ、調子してその中で、はい、一番いいって言って俺これの、あれですか、他の比較対象としてはリンとトップバリューセレクのあれとみたいな焼酎やラムこのロングジョーのね、頭を空っぽにして飲める感じですね。やろう、はい、で僕はな、いつも炭酸で割ってハイボールにして家で飲むやん、買って、はい、お手軽のやつ、はい、ロングジョンがダカダカいけんねん、ダッコッと、はい、これね、頭空っぽにして飲めるんでこれがいいと思います、はい、じゃあこれロングジョンで、ロングジョンでいいと思います。トップ、ロングジョンに行こうか、はい、じゃあおすすめロングジョン、しかもさ1000円ちょいよ、下手したらたまに、ああそっか1200、300円するかな、でもさ安いよな、安いですね、これはねえ。じゃあさ、これな、どういう飲み方おすすめ。じゃあイオンで買いました、イオンで買いました、ラッパ飲みですの、うん、いや、俺もそう思うあれです、普通にソーダ置いてんちゃいます、これなんかちょっとやってみてない、そのソーダ入れて、そのソーダですか、うん、ソーダ入れて、うん、そしたら、はい、ロングジョンにソーダ入れる、半々ぐらいのイメージですね。はいはいはい、はい、こんなもんでどうでしょうかね、はいはい、もうノーアイスで半々ぐらい、ああアイス入れてもいいと思いますけどね、うん、ちょっと濃いめにしてもいいんちゃいます、頭空っぽですね、これは。これな、あのね、理屈抜きでうまい、はいで、そう、濃いめで半々の1対1の炭酸割り、はい、っていいですかね、うん、半々、あの、理屈抜きね、はい、そうか、はい、ロングジョンか、いや、まあ、あとは個性がそれぞれあるんでね、もうちょっとあの、軽くてロングジョンで濃いなって思ったら、あの、カティーサークでんちゃいますか、ね、いや、これ再認識したら意外にカティーサークうまいね、やっぱ昔に比べたら積みはないですけど、うん、まあうまいことやってる感もありますね、うん、やってるな、うまいこと、はい、あのな、はい、ジュリアーノ・ジェンマじゃないのか、こうやって二丁拳銃みたいにこうやるのやめてくれバーテンダーがこうやってこうやってこうやってクイクイって、あのこのカティサークのこれイメージは、はい、どうしてもね、毎回これカティサーク、今のカティサーク現行のやつ飲んだらな、はい、最初のアタッカーの秩父ゴールデンホースを思い出すな、ね、あ、なるほど、良くも悪くもな確かにそうありますね、怖い、でも後の後から出てくるフルーツ香は結構いいんですけど、うん、まあ最初は確かに若いですね、味わいが本当、もう入門レベルでもここまで違うんやね、やっぱ飲み比べたらな、そうですね、まあこう考えるとロングジョンはあれですね、悪くないですねあんまりだから味、まあバット6、9ほどではないけど、味はそこまであの変化なくやってきたんかな、そうですねいや、これでも意外に掘り出し物だね、これ、まあ、そうですね、これは掘り出し物ですね、うん、なかなかいい感じだと思いますね、うん、まあな、まあこの中だったらロングジョンは頭からポイントして飲めるんで一番いいんちゃいます、なるほど、ネットで多分頭からポイントして飲むものじゃないですかこれこのこんなんな、こんくらいのやつだった、ええやん、はい、ええやん、うん、最近ちょっとキラキラしたラベルのモルトブームで、あーちょっと疲れたら、はい、こういうロングジョンとかをもう本当にね、アイリッシュでもいいけど、ジェームズ・ボンドでもいいけど、あ、そうですね、頭からアポリして飲むのがいいかもな、はい、いや、本当です、たまにはな、はい、たまにはそれぐらいで行ってみたらいいと思います、うん、
遊びで行くんやったらこの3本ぐらい買ってカティスさんから飲まれて、そうですね、最後ブラックアンドホワイトで締めたら面白いよね、はい、面白いと思います。もうブラックアンドホワイトに行く頃には酔っ払ってんで、もう全部うまいうまい言ってますなんか真面目な番組になってきたぞこれ。じゃあここであの、あれじゃないですかね、瓶を口に加えてのを一発芸でもこう披露したら、あのこの番組バズりますよ、はい、これ瓶加えてジャグリングとかフレアバーテンダーみたいなデッキ変違うな